皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。今回は妻と一緒にハードオフに行ってまいりました。別にですね、妻とお出かけをした動画もご用意してございますので、よろしければそちらもご覧いただけますと幸いです。着いた。改装中。このお店は1階が駐車場、2階が店舗という高床式のお店となっておりました。それでは入店していきます。入ってすぐ右手には家電や工具が置いてありました。ちょっと気になったのはこのサッカーゲーム500円、インテリアに欲しいかなとか思っちゃいました。私のような素人でも扱える工具やプロ用の工具まで幅広く置かれているという印象を受けました。それではお店の中に進んでいきたいと思います。気がついたらですね、後ろから妻に撮影されておりまして、手ぶれがあるかもですが許してください。このお店はですね、楽器類がとても充実しておりまして、ギターの本数が特にすごかったです。民族系の打楽器も置いてありました。さて、さらに奥に進んでいきたいと思います。これはギターの弦ですね。これは音楽用の接点復活材らしいです。ファミコンでも、使えそうとですね、私は1本持っていたりします。で、この辺りがジャンクがメインとなったコーナーとなっております。ジャンクコーナーは結構整然としているような印象を受けました。こちらにはフィギュアがメインのおもちゃコーナーが置いてあります。結構お宝が眠っていそうな雰囲気ありますよね。こちらはおもちゃの小物系がフックに吊るされて売られております。さらに奥に進んでいきますと、ジャンク品がいっぱい売られているコーナーに到着です。個人的に気になったのがこのラジカセ2000円。昔ですね、実家にあったような気がしたんですよね。これあとは電源が入らないソニーのラジカセ300円、安いですね。さらに奥に進んでいきまして、これもねちょっと気になりました。タイプライター2000円。バイオハザードを彷彿とさせるような音ですね。このカタカタ音大好きです。売り場の中央には別のおもちゃコーナーも設置してありました。フィギュアがやや多いかなという感じです。この辺とか漁ればお宝出てきそうな予感ありますよね。さてさて、お待ちかねのゲームコーナーのご紹介です。こちらの通路はですね、比較的新しいハードのゲームがいろいろ置かれておりました。こちらの通路はオールド系のゲームが置かれています。
さてショーケースです。気になったものをご紹介していきます。ゲームボーイミクロのファミコンバージョン25,000円で、こちらゲームウォッチ、ドンキーコングジュニアが箱付きですね。セガのマーク3本体10,000円、マスターシステム23,000円、箱を含めて付属品は全部あるっぽいですね。フォアグラとユニットのセットで12,000円、結構箱が綺麗なバーチャルボーイ35,000円。さらに左側のショーケースにはお目当てのファミコンがいくつか置いてありました。天地を喰らう3,500円、やや箱破れのある中央拳3,000円、裸のコントラ4,000円、こちらも裸の忍者くん3,000円、最近やや値上がり傾向のあるレッキングクルー3,000円、マッピーキッズ3,000円、アルゴスの戦士3,000円、ルパン三世3,000円。これ付属品が全部ついてたらありな気がしますよね。スペランカー3,000円。そしてですね、裸カセットもいくつか見てみたのですが、ご覧の通り比較的ベタなタイトルが多く、珍しいタイトルは特にないような、印象でした。こちらはスーファミ、ファミコン、ゲームボーイなどが置かれておりまして、ジャンクも一緒に置かれているコーナーです。それでは見ていきたいと思います。ちょっと箱付きのファミコン、スターソルジャー2,000円、箱がちょっと破れてますよね。てるこれ、まあまあ上海1,000円、こっち色がちょっと焦ってるやつ500円で、説明書がないって。ああ、なんかちょっとで少ないのかな。普段これ1,500円、結構いいですけどね。1,500円、ファイナルファンタジー3、ちょっとな、汚れが強めで、箱なあり、取説なあり、取扱説明書なあり、これ僕のお兄ちゃんが好きだったやつファミリーマージャン2上海の道、お兄ちゃん好きだったなこれ。そういう子で、歴史シミュレーションですね。1,500円。これ結構綺麗ですね。で、ドラゴンボール、シェンロンの謎。ちょっと耳いってそうな感じ。ちょっと焼けてますね。1,500円。時代劇だよ、全員集合。全体的に色あせていて、ここがちゃんとした色なんですけど、こういう焦ってる感じ。そうね、サッカー、すごい、これ折れちゃってる。サッカー、ファミリーボクシング、服部君。
吉野くん。名前いいですからね、これ。多いな、これ。なんかね、綺麗にできるのあったら買いたいんですけど、これめちゃくちゃ綺麗。ミニチュア麻雀。これ結構いいですね。100円なら。これも、色違いとかじゃないですからね、これ。これがちょっと汚れてるんですけど、これが正しい色で、こっちが焼けちゃってる、劣化してこれっていう。ジャレコっていうメーカーってこれカバーついてて、こういう、だからここも少し焼けちゃってるんですけど、これ綺麗にできるのかな。こういうファミスタ、張り切りスタジアム。パチンコゲー、ファミコンで初めてのパチンコゲーですね。これ汚いね。パチコン、はい、これとこれはね、ちょっとね、いい感じですよ、うん、これピッカピカに僕が磨きますんで、はい、タイプ C。あれ、これいいのかな。タイプ C。これだけにしようか。とりあえず今日は、はい、こちら買って帰ります。はい、行きますか。はい、ということでございまして、今回はハードオフ埼玉浦和南店さんの方に行ってまいりました。比較的小さいお店ではありながらも、必要なものがですね、ギュッと凝縮しているお店で、とてもね、見応えがあって面白い店舗でございました。ぜひですね、皆様も一度行かれてみてはいかがでしょうか。ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。